皆さんこの設定をするだけで500ポイントもらえます。どうもこんにちは、よろしくお願いします。皆さんパワースピポイントクラブとの連携はお済みでしょうか。今回はね、簡単な設定10分程度ですね、行うだけで現在2024年2月時点のキャンペーンで合計ね、パワースピポイント500ポイント分獲得できるね、方法をね、説明していきたいと思います。結構ね、めんどくさいように思えてやってみるとね、簡単ですのでね、ぜひ最後まで見て設定ね、してみてください。はい、ということでね、パワースピポイントクラブのね、メリットをね、ちょっと説明するんですけど、プロスピとね、パワースピポイントクラブを連携することによって、デイリーミッションとかね、イベントでもらえるポイントとかね、パワースピポイントクラブにログインするね、ポイントなどがね、勝手に溜まっていくんですけど、そのポイントをね、プロスピ内でね、使用できるね、めちゃくちゃ貴重なね、アイテムとね、交換することができます。で、ここにあるようにね、S ランク確率 30% 契約書がね、150ポイント。自チームのね、S ランク契約書もね、もらうことができるんですけど、700ポイント。あとはね、特殊コーチとか、まあ、いろんなね、アイテムがあります。さらにはね、ノベルティアイテムとも交換できるんですけど、こういった感じでね、コップとか、パープロくんのね、ぬいぐるみとか、まあ、人形とかね、T シャツとか、調子くんのね、ぬいぐるみとか、いろんなね、アイテムとね、交換することも可能ですので、めちゃくちゃね、いいシステムとなっております。もちろんね、無料でね、連携できるんで、もしね、連携してない方はね、すぐにね、連携してみましょう。はい、まずね、それでは、プロスピとコナミ ID が連携しているか、パワースピポイントクラブと連携しているかっていうのをね、ちょっとね、調べていきたいんですけど、メニューのね、各種設定を開いていただくと、コナミ ID の連携とパワースピポイントクラブがあるんですけども、この上にね、自分の場合は連携もしているんで、連携済みっていうね、文字がね、書いてあるんですけど、これがあればね、連携しているということになります。で、このね、上にね、文字がない方は連携してないので、まずね、コナミ ID の連携がね、必要なので、そちらをね、連携していきましょう。コナミね、ID をね、すでに持っておられる方っていうのはね、ここを押してクリックしていただくと、コナミ ID をね、入力する欄がありますので、それをね、入力していただくと、連携がね、できます。ただ、コナミ ID をね、まだ持ってない方っていうのは、ここを押すとね、新規登録、コナミ ID の新規登録っていうね、ところがありますので、そこからね、必要事項を入力していただいて、コナミ ID をまず作っていただいて、連携する必要がありますね。で、コナミ ID を作るのに、メールアドレスが必要ですので、メールアドレスを一つご用意ください。で、メールアドレスが一つにつき、コナミ ID は一個しか作れないので、まあ、Yahoo メールとかね、G メールとかを設定していただいてもね、大丈夫ですので、コナミ ID をね、作っていただいて連携してください。で、コナミ ID の連携が終わると、上に連携済みっていう文字が出ますので、それが出たら今度はね、そのコナミ ID で、パワースピポイントクラブに、ログインしてもらうと、ここもね、連携済みになりますので、プロスピとね、パワースピポイントクラブの連携が、完了ということになります。それではね、500ポイントを獲得する方法のね、説明にね、移っていきたいと思います。はい、ではね、早速ね、今回貯めるね、500ポイントのね、説明をしていこうと思うんですけど、パワースピね、ポイントクラブにログインしてもらって、このね、ポイントを貯めるってところをね、クリックしていただきたいんですけど、そしたらね、パワースピポイントクラブのね、公式サイトのミッションっていうところがあるので、ここをね、クリックしていただいて、そうするとね、ここにね、いろんなミッションが出てくるんですけど、僕の場合ね、もう全部ね、取ってしまったので、こちらのね、完了済みのミッションにね、移行してるんですけども、そうしましたらね、まずね、一つ目ですね、おすすめ情報、メールバナーを受け取る設定にするっていうのと、こちらですね、お知らせメールを受け取る設定にする。この2つを設定すると30ポイントずつで60ポイントね、受け取ることができるんですけど、この達成方法ってところを押すと、こういう表示が出ますので、マイページをね、クリックします。するとね、こういう画面に来ますので、ここのね、受け取るをチェック入れて、保存する。で、こちらもですね、メールバナーの方も承諾をするにして保存する。はい。これだけでね、60ポイント獲得できます。で、このメールとかね、おすすめ情報をね、別に受け取りたくないっていう場合は、一回保存してね、ポイントをいただいた後は、これチェックをね、外しても何の問題もありませんので、もしね、メールが必要ない方は、
ポイントをねもらった後にこのチェックを外してください。はい、次はね期間限定のミッションなんですけど、パワフルプロ野球栄冠ナインクロスロード早期連携ありがとうミッションということで、達成方法を見ると今年のね8月31日までに栄冠クロスのアプリですねのアカウントと連携させるというミッションをやっていきたいんですけど、こちらはねまずね栄冠ナインのねクロスロードのアプリのインストールをしないといけないので、インストールをねまずしてください。はい、ということでね栄冠ナインインストールしたら始めていただくんですけど、最初はねストーリーが進んだりね名前つけたりちょっとね長いんですけど、まあ、スキップできるとこはねスキップしていただいて、このね画面まで行ってください。でこの画面に行くと右上にね3本線があるんで、3本線を押していただいたらね、ここにねデータ連携がありますので、ここでねコナミ ID の連携をしていただく、さっきね登録していただいたねプロスピと同じ ID でここをねコナミ ID を連携する。でコナミ ID を連携した後に今度はねこのパワースピポイントクラブに同じねコナミ ID でログインするとミッションね完了になります。はい、ということでね栄冠ナインクロスロードの早期連携ありがとうミッションをクリアしたので、ここでね100ポイントもらえるんですけど、なんとねこれをクリアすることによってもう一つのねミッション、2つのねアプリと連携っていうミッションも同時にねクリアしてしまいます。ということでこちらもね100ポイントもらえるので、今のでプラスね200ポイントもらえることになります。はい、次のねミッションなんですけど、3つのアプリと連携ということで、今ね2つのアプリと連携してるんで、残りね1つのアプリと連携すればこれもねミッション達成になります。ということでパワサカかパワプロいずれかのうち1つを連携すると達成となります。ということで今までとね同じようにパワサカかパワプロアプリをインストールしていただいて、コナミ ID でパースピーポイントクラブとね連携していただければこのミッションもね達成となりますんで、やり方はね今までと一緒なのでやってみてください。はい、ということでね皆さんお疲れ様でした。今ねやってもらった設定のみでね460ポイント獲得できています。はい、ということでね最後になるんですけど、動画をね視聴して貯めるっていう項目があるんですけど、ここをね開けてみるとパワプロクのねアニメとか動画があるんですけど、これをね再生すると5ポイントいただけます。なので1話ずつ5ポイントもらえるので、見た動画かける5ポイントということになります。でこれはね全部見る必要はなくて、1秒でもね見たらねポイントは入りますので、皆さんねぜひね見てください。このね交換するアイテムにも期限がありますので、もしねグランドオープンとかで引きたい場合はグランドオープンになってから交換した方がいいと思います。あとねノベルティのアイテムなんですけど、今見たらね送料はね別途ねお金が必要みたいなので、皆さんね注意してください。ベストナインタイトルホルダー第2弾第3弾も来ると思いますので、皆様のね神引きを期待しております。じゃあねー。